デジタルハリウッドはデジタルツールを使う、あとはですねデジタルを使ったサービスを使ったりして世の中をどんどんこう変革していこうという人材を輩出するための学校です。なので自らそのサービスを構築したりとかいろんなこうツールを使ってものを作り上げていくということを4年間通して体験する、それが大学ですね。で大学院の方はその研究の成果とかを持ってさらにそれをビジネスにする、もっとこう世の中に広めるにはどうするのかという研究をしていくためのことになります。 Unity を導入した理由としてはやはりゲームを作りたいというニーズが高まったんですね。ただそのゲームを作るってなった時にもともとはその自分でプログラミングをしていろいろ動くものを作れたんですけども、このパッケージになっているゲームエンジンというものがそれからそれがすごい便利だったというところですね。その他のいろんなツールはもともと作る事業があったんですけども、この Unity というツールを導入する前にそれを調べた結果、ゲームを作るだけではなく物理シミュレーションの優秀なツールであるというところがまず大きかったんですね。でその他メディアアート、このメディアアートの分野で Unity を使ってシミュレーションしているところがたくさんあるというところもあったので、じゃあゲームを作るだけではなくていろいろなもののシミュレーションというものを作りたいという時に学生のニーズに広く応えられる基礎的なところとしてこの Unity を勉強するべきだというところでこの導入を決めました。教員向けの教育プログラムがものすごく充実していて、でその Unity をちゃんと教えられるよという認定のトレーナーの資格というものが教員に与えられるようになりました。なので今までその教員の経験値から教える科目だったのがきちんとメソッドがあって基礎があって応用があるという形で段階を踏んで教員が理解していくことによってそれをこう学習する学生にも還元できるというところで、トレーナーの教育を先生方が受けることによってその Unity の教育の質が今までより1段も2段も上がっているというふうに考えています。今までそのゲーム開発とかやった先生がゲーム開発しか教えられなかったのがちゃんとプログラムを受けて、ああこういうふうな段階で自分が抜けてた穴の部分とかっていうのを全部埋めてくるので、質問にも答えられるし、で先生もそのバッジがあるから俺ここまで教えられるよって自信にもなってるし、なので学生にも本当は、トレーナー資格まで取れれば就職だけで僕 Unity のこれ持ってくんですよってなったらなんかかっこいいじゃないですか。 Unity の方でオフィシャルで公開されているトレーニングの講座があるじゃないですか。あれがいろんな方が公開している動画より比べてはるかに素晴らしいんです。分かりやすくて、なので詰まった学生には目次を見て自分が詰まってるのここだよというのはもう分かるようになっているから、その部分をこの Unity のオフィシャルの教材で勉強する、でそれをまたこう先生に質問するときに元にして聞くとこうよりこう学習が深まるよというところはよく話はしてますね。そうですね、デジタルハリウッドで言いますと他の大学との差別化としまして、例えば情報系の大学なんかですとプログラミングのみですとかコンピューターサイエンスのみっていうような教え方で、美術大学みたいなアート系ですと一方で絵の描き方ですとかデザイン関係っていうところでやはり分かれてしまうんですけれども、この大学の良さとしてはそれらが両方学べるというようなところがやはり大きいかなと思います。なので極端な言い方で言うとプログラムもできて絵も描ける、なんなら音声データも作れる、でかつディレクション企画周りも対応できるよっていうところへの、いろんな分野へ進んでいって学んでいくことができるよっていうところは他の大学と比べて、多岐にわたっていて、良いのではないかなと思います。デジタルハリウッドの方ではですね、主にプログラミング言語を学んできた、学生たちに向けて、じゃあこれまで学んできたプログラミング言語でできることは何だっていうところで、もっとグラフィカルなものですとか、複雑なシステムの構築ですとか、規模な大きなものを作るという中でなかなか個人で
制作できる範囲っていうのは限度があるということで、ゲームエンジンというツールを使ってより、リッチなコンテンツを作れるようになるというような目的で、開発の演習というのを行っております。科目としてはゲーム開発演習という科目なんですけれども、ゲームの開発もやりながら、例えば最近流行りの VTuber のようなキャラクターコンテンツですとか、それから AR、VR というようなシステムの開発ですとか、それから他にはですね、ムービーを作るような動画作品を作るような演習も行ったりですとか、 Unity を用いてできるようなことを包括的にやっていくよというような形で科目の運営を行っております。Unity を触っていくという中で、学生さんはそうですね、初めて触る方がやはり多いかなという印象で、もちろん中学高校から例えばUnity インターハイみたいなところを目指して、本当に大学に入る前からやられているって方もいるんですけれども、多くの方はそもそも大学に入ってからプログラミングをするのも初めてっていう学生がほとんどで、そういった方々にいろいろな制作手法を覚えてもらって、最終的にはプロを目指してもらうというところを目標としてやっております。学生さんはやはりそうですね、ゲームを作りたいという方はもちろんこの大学の特徴として多いというところであるんですけれども、近年は例えば映像作品に Unity を使ってみたいですとか、 VTuber のようなキャラクターライブのコンテンツというようなところでゲームエンジンとして Unity を使って行ってみたいですとか、あとはそうですね、アート作品のビジュアライズの目的で Unity を選択するっていう方もいますし、本当にいろいろ多岐に及んでいるっていうところがあるので、特定の何らかの分野に限定的っていうところではないですね。ただその中でもやはりゲーム会社っていうところはメジャーなところでもあるので、ゲーム制作を将来的にやりたいよっていう学生は多い印象です。今年はもうコロナの影響がありましたので、本当に学年の年度の始まりからもずっとオンラインで講義の運営を行っておりまして、私の担当している演習科目に関しましては、オンラインの会議ツールを利用して、学生たちに、言葉で伝えながら、かつ私の方の、PC の方の画面の方を共有しながら、開発画面を見せて、こういったふうな形で開発を進めていくんですよというような、教え方をしております。学生の作業している絵というのは、画面共有で見せてもらうということもあるんですけれども、やはりオフラインで実際に現地で集まってパッと見るというものと比べて、やはりコストがかかってしまう、また画面共有をするということで、誰か学生が、画面を見せてしまうと、それで他の学生全員もその画面を見ることになってしまうというようなこともありまして、なかなかそのあたりは難しいというところなんですけれども、今はなんとか回っているという状況ですね。私の講義もそうなんですけれども、多くの大学ですとか専門学校っていうのは講義の時間やはり限られてしまうので、講義中に教えられるものというのが本当に最低限のものにやっぱり限定的になってしまうので、そこからプロを目指したいですとか、他の学生と差別化をしたいという意味合いだと、どれだけプライベートの時間を使って自分の作品制作に取り組めるのかというようなところが大きいのかなと思っております。でやっぱり講義でやった内容だけだと、極端な話みんながみんな同じような能力感になってしまうので、これを採用で考えたときになかなか差別化が難しいと。でまたポートフォリオの兼ね合いですよね。ある程度完成物としてどれだけ、作品を持っているのかっていうのはやはり評価の面では大きいですので、そこは気を使って計画的にやっていってもらいたいなというのは考えています。